レントのピコが19日、ジ・ミのインスタグラムを更新。先月12日に亡くなった夫のリュウ・チェルさんについて触れた。先月13日以来の投稿では、皆様、お久しぶりです。日々たくさんのご心配や温かいメッセージ、本当に本当にありがとうございました。と切り出すと、リュウチェルは家族に見守られ、息子もしっかり、ただいってらっしゃいとお見送りしてくれて、そして皆様からいただいた優しい、温かいお気持ちとともに、安らかに空へ旅立ちましたと綴り、見送りを果たしたことを明かした。リューチェルがいなくなっても時間はどんどん進んでいく。現実に切なくなる瞬間も、息子も、ダダを思って、寂しくなる日もありますとしながらも、息子の大好きな映画、リメンバー、ビーと重ねては、きっとダダのことだからすんごいキラキラメイク、してるだろうねなんて一緒に話し、たくさん泣いてたくさん笑って、少しずつ前を向いていますと綴った。今後については、私のこれからについても、たくさんご心配いただいているのですが、リュウチ・エルが立ち上げてくれた、ヒカ企画で、これからも皆様のお目にかかれたらと思っていますと、説明。自身が所属する、ヒカ企画で活動を続けていくことを伝えた。最後に、感謝の気持ちを忘れず、前を向いて、息子とアリソンと一緒に、リューチェルを胸に、これからまた頑張っていきます。これからもまた、どうぞよろしく、お願いいたします。と投稿。色とりどりの花が生けられた花瓶の写し、間を乗せ、メッセージを結んだ。